批判の仕方が度を超えている、社会的相当性を超えているって話ですよね。これは決して許されるものじゃないですから、犯罪にもなるし損害賠償義務を負うことになりますね。NPB が誹謗中傷に関する声明を出したことに関してご意見をお聞かせください。プレイや采配に対する批判的なものも誹謗中傷になるんでしょうか、となってますね。はい、3月29日付で NPB、が出した、プロ野球ファンの皆様へ SNS 等への投稿についてのお願い、となってまして、これ選手に対する誹謗中傷、侮辱、脅迫など心ない行為が相次ぎましたと。で、選手の家族、監督、コーチ、球団スタッフ、審判員を含む関係者への誹謗中傷なども発生し、キャンプイン後もなおそういう兆候は続いていますと。そういう誹謗中傷などを受けた人たちは大きな不安と恐怖、そして深い悲しみを抱え、試合や私生活に支障が生じてしまう例も出ていますと、こうなってますね。で、これここまで出すっていうのは、ものすごいえげつない誹謗中傷がたくさん寄せられてる、あるんだと思います。はい。で、もちろんその批判という観点で言うと、その批判自体はやむを得ないよねというものもあるかと思いますけど、なんせここに言ってる誹謗中傷っていうのは、その度を超えたもの、度を越したもの、全く理由のないもの、それだけじゃなくて、理由は多少あるにしても、あるいは理由はすごくあるとしても、その死ねえだとかね、殺してやるとか、口汚く罵るようなもの。これは決して許されるものじゃないですから。はい。選手や関係者を守ろうとする NPB っていうのは当然だと思います。はい。SNS っていうのは匿名性がありますからね。自分の名前が出ない、自分の顔も出ない、その中でこう自分のストレスを発散するかのように人を誹謗中傷するっていうのは、これは許されることじゃないと思います。ただですね、そのプレーや采配に対する批判的なものも誹謗中傷になるんでしょうか、というご質問ですが、これ基本的にはそれはなりませんと。こういうプレーはおかしいよねと。例えばアウトカウント間違えました。アウトカウント間違えるというのは、これプロ野球選手としてダメでしょ。っていうんだったら、これは全然問題ないですね。はい。その程度であれば。ところがそれに対してですよ。お前みたいなやつは死ねとか、殺してやるぞとか。それはもう誹謗中傷ですよね。はい。多少の理由はあったけど、その批判の仕方が度を超えている。社会的相当性を超えてるって話ですよね。それは絶対にいけない。これ選手もミスすればですね、当然、しまったなと思ってる。だから、多少の批判はこれやむを得ないものとして受け入れるわけですよ。ところが、度を超えてるものっていうのは、これ心を病む可能性もあるし、そもそも外出すること自体も恐ろしくてできないとか、あるいは、プレーすることももう萎縮してしまってプレーできなくなるとか、そういう可能性すらありますんで、ましてや自分の家族に危害が及ぶんじゃないかということになれば、これ落ち着いてプレーなんかできませんのでね。で、それはもう絶対に許されないという話ですよね。他方でプロ野球ファンにとって、選手のプレーをよくやったっていうだけじゃなくて、そのらおかしいだろうと、その走塁はおかしいよねとか、そのバッティングはどうなんとか、ボールを見逃すのはどうなんだっていうのは、これ、プロ野球を見る、あるいは観戦する、その、楽しみでもありますから。これは当然の権利だと思います。監督の采配も一緒です。プロ野球ファンっていうのはみんな、それぞれが全員が監督ですからね。はい。ここはヒットエンドランすべきだとかね。ここは送りバンドだとか、いや、送りバンドはもったいないよ。これ、送りバンドってのは高校野球じゃないんだから、打たせろよとか、そういう采配に対する、度を越さない、妥当なね、本当な批判、あるいは批評、これはもう、プロ野球ファンとしては当然の権利なので、それは遠慮なく、
言い方は間違いなければね。観客全員が監督になるようなスポーツは野球以外あまり聞いたことないんでね。それだけ面白さがありますね。基本はならないですよ、もちろん。基本ですよ、これは。ただ、名誉毀損になるようなことも中身によってはなりますよね。例えばですけど、A 選手に対して、お前は B 選手の奥さんと不倫したろ、この野郎とか言ったら、これはもう明らか名誉毀損ですよね。これは本当でも名誉毀損ですね。つまり、公共の利害に関する事実でないし、公益目的もありませんから。はい。これは名誉毀損です。だから、まあ、本当だった場合は訴える人いませんけど、まあ、基本は。嘘だったら、これは名誉を晴らすために名誉毀損で、訴えられたら、これは犯罪にもなるし、損害賠償義務を負うことになりますね。ましてこれ、生放送でテレビでも入ってた日には、これ声入っちゃいますから。ええ、そういうやり方によっては。そしたら全国の人にそれが聞こえるっていう話になって、これは悪質だってことになる。でもですよ、球場でのヤジ飛ばすおじさんっていうのは、これ顔を晒してるじゃないですか。周りにわかるんで、あのおっさんがあんなこと言ってるって。SNS のような匿名性がないのでね、あいつが言ってるってわかりますから、だからそこまでえげつないような中身はないんですね。むしろ昔からパリーグのファンってみんながクスッと笑うような、選手も頭くるかもしれないけど選手も笑ってしまうようなヤジも多かったと聞いてますけどね。お前昨日銀座何丁目のどこの子をうろついてたらお前野球しっかりせえよとかね、練習せんかいみたいな。僕も高校時代あんまりおとなしく野球やってる方ではなかったんで、何せ野球下手ですから、下手な人間が勝とうとするとですね、相手の精神を乱して勝とうっていう、そういう姑息なことを考えるんですよ。でこれ今となれば反省してますけど、何せ必死なんで、結構相手のピッチャーやじりましたね。これはいいことじゃないですよ。いいことじゃないです。そういうことしちゃいけないんですけど。まあそういうあまりその紳士的なチームではなかったんで、どっちかっていうとその観客のヤジにも割と気分的には寛容なんですよ。チャンネル登録高評価していただけると励みになります。